と内山に4回に襲いかかります。8番城詰、あわやホームランのタイムリーツーベースヒット。ロッテこれで2対2の同点に追いつきます。続く5回は7試合ぶりに先発出場の愛子がチャンスを作ります。愛子は今日4安打の大当たりです。ランナー2人を置いて5番初芝、大英ベンチがピッチャーの交代を迷った直後の一発でした。初芝の4号スリーラン。ロッテは8回まで毎回ヒットの16安打で大量9点を奪って試合を決めました。好調のトラックスラーが連敗は嫌だからねと前田のナックルを捉え第5号ツーラン。幸先よくホークスが先制します。2点をもらった先発の内山ですがピリッとしません。3回と4回に1点ずつ返されると5回にもランナーを2人出して5番の初芝にノーツーからの甘い球を打たれます。初芝の4号スリーランでマリーンズ5対2と逆転します。ホークスもその裏ヒットとフォアボールで満塁のチャンスを迎えますが吉永が倒れ流れを引き戻すことができません。結局前田は6回まで毎回ヒットを許しながらも粘り強いピッチングを見せ8回途中成本にリリーフを仰いで2勝目を挙げました。投手陣先発は関西の球団でナンバーワンの高額納税者野茂。12球団中一番多いチームの借金を一つでも返したいところですが2回相性の悪い吉永に甘いストレートを打たれます。左中間の深いところに突き刺さる3号ソロホームラン。さらにこの回フォアボールとヒットでワンアウト三塁一塁のピンチを招いて野茂はバッター松永に対してフォークボールがワンバウンド、ワイルドピッチで三塁ランナーが帰りこの回あっさり2点を失います。一方大英先発若田部は開幕から無傷の4連勝。今日も完投で5勝目を飾りたいところですが3回9アウトから水口匠の連続ヒットで三塁一塁とされ一塁ランナーがスタート。大石の打球はセカンド藤本が逆を突かれて結果タイムリーヒット1点を返されます。2点を失ったのもですがその後ボールのキレが戻り3回にはクリーンナップのトラックスラー秋山ライマーを3者連続三振。今日も三振の山を築きます。力で押す野茂に対し若田部は低めに変化球を集め4回以降を抑えます。7回に1点をもらった若田部はその裏ノーアウト満塁のピンチを招きますが水口匠大石を3者連続三振。これで5連勝かと思いきや続く8回近鉄打線が爆発します。ワンアウトランナー1塁2塁からまず金村左中間を深々と破るタイムリーツーベース。これで1点差とし若田部をマウンドから引きずり下ろします。さらに変わった下柳から今度はスチーブンスがレフトオーバーの2点タイムリーツーベース。4対3近鉄逆転に成功します。この回一気に4点を取った近鉄が大英を下し大英はこれで3連敗です。取れている加藤真一今日で5試合目の登板です。1点先制してもらった加藤真一ですが2回金村にソロホームランを浴び同点に。しかしバファローズ先発こちらも6試合目ながら白星のない小池3回2アウトからトラックスラー秋山と2者連続のアーチ。4回には昨日野茂からホームランを放っている吉永が手応えは昨日と同じの2試合連続ホームラン。小池またもやノックアウト。バファローズも粘り4対3として迎えた9回加藤が投げるとみんなが燃える。ホークスが待望の追加点。7回からリリーフした下柳も今度こそ3度目の正直で加藤真一に998日ぶりのビッグな白星をプレゼントしました。1回の近鉄スティーブンスの犠牲フライで先制しなおも一塁二塁。ここでバッター打率3割5分と絶好調の金村渡辺富を一気に崩すチャンスでしたが攻めきれません。一方無難な立ち上がりを見せた近鉄先発高村でしたが3回浜田に逆転スリーランとなる一発を浴びてしまいます。嫌なムードとなりましたがここから高村が踏ん張ります。4回以降はすっかり立ち直り丁寧なピッチングで追加点を許さず味方の反撃を待ちます。そして迎えた7回大英渡辺富夫は指が突然しびれるアクシデント続投しますが水口が1点差に迫る3号ホームラン流れをぐっと近鉄に引き寄せます。さらに満塁で今日先制打のスティーブス。これで4対3再び逆転近鉄1点のリードとなります。こうなると近鉄は8回からは赤堀をマウンドに送る必勝リレー。赤堀も期待に応え投手陣久々の踏ん張りで近鉄が1点差ゲームをものにしました。チーム傷を癒せるのはどちらか。1回大英は先発野田の立ち上がりを攻め松永ツーベースの後トラックスラーがライト前へ先制タイムリーでまず1点。さらにフリーバッティングさながらに打ちまくりライマーがセンター前藤本がライト前山崎もセンター前と次々とヒットが飛び出し打者9人の猛攻で4点を奪います。勢
に乗る大栄はその後4回にも山本が野田のチェンジアップを鋭く打ち込んでセンターオーバーの4号ソロホームラン。野田の単調なピッチングにつけ込んで続くライマーがシャープに振り抜けば、藤本がコンパクトに打って連続タイムリーで7対0、去年の最多勝ピッチャーを奈落の底へ突き落とします。一方ホークスのルーキー渡辺秀和はオリックス戦2回目の先発、大量得点をもらった渡辺は藤井にライトスタンドへ3号ソロを運ばれるものの要所を締めてオリックスには追加点を許しません。ホークスにもてあそばれるオリックス、ファンには申し訳ないとこんなサービスもありました。しかしオリックスは試合の流れを変えられず、気合が入ったのは6回藤井の2打席連続のソロホームランだけ。今夜のブルーサンダー打線はまるで線香花火、思い通りに試合を進める大栄は終盤にも追加点を取って終わってみれば今シーズン最多の23安打11対2とオリックスに圧勝しました。現在堂々の首位打者、ムムーの時代最初にファンレターをくれた女性と結婚、顔は怖いが愛妻家だ。これさえあれば集客力は絶対に上がる目玉商品、今年は王者西武の主砲秋山を獲得。優勝経験者のいない大栄はこの男の加入でムードが一変、負け犬根性が消えた。スーパーの戦略に学んだドンの再建策は見事に的中、男根本の率いる黒い軍団から目が離せない。昨日23安打の大栄、首位打者の山本、そしてトラックスラも上機嫌です。1回その2人のヒットでワンアウト2塁1塁とオリックス先発の佐藤義則を攻めます。しかし4番秋山はスライダーに三振、ここは佐藤が抑えます。佐藤を援護したオリックスは2回2塁1塁で元西が大栄先発の吉田からタイムリーヒット、オリックスが1点を先制します。佐藤の粘り強いピッチングに0点に抑えられていた大栄は6回ランナーを2塁に置いて山本、3割8分7厘です。完璧に捉えた当たりは逆転の5号ツーランホームラン、さすが頼りになる山本。佐藤は8回途中でマウンドを降ります。勢いによる大栄は2番手野村の代わり花、2つのエラーなどで1点を追加。さらに松永がバックスクリーン右へ1号スリーラン、先発吉田を大きくバックアップします。吉田はオリックスを6安打2点に抑え、関東でハーラートップに並ぶ5勝目、昨日に続く連勝で西武をぴったり。5月に入って初の2強対決、王者西武と 1.5 ゲーム差でぴたりマークする大栄、因縁の両チームによるまさに序盤天王山の第1ラウンド。西武は1回先頭辻が若田部の初球を引っ張るとこれを松永がエラー、バントと犠牲フライでツーアウト3塁とするとバッターは西武の新しいミスターメイ清原、気合の入った一打は三遊間を真っ二つ、頼れる主役のタイムリーで西武がまず1点を先制します。その裏大栄も最強の2番バッター山本が左中間を破るツーベースで同点のチャンスを作りますが、 FA 資格を取ったばかりの秋山は角のスライダーを引っ掛けてサードゴロ、初回の4番対決は西武清原に軍配が上がりました。さらに西武は3回リズムに乗れない若田部から佐々木が他球場では文句なしホームランというツーベースで2、3塁とすると、このチャンスにまたも清原、ここでは犠牲フライを深々と打ち上げきっちり4番の重責を果たします。そしてパグリアルーロがこれぞメジャーと言わんばかり途中間深々と第3号ツーランホームラン、序盤で西武は思わぬ4点のリードを奪います。昨年までの大栄ならここで勝負ありですが、今年の福岡ドームは何かが起こる。大栄は3回松永トラックスラーの連打でチャンスを作ると秋山は粘り勝ち、フォアボールを選んで満塁、ここでライマーはその初球を俺もメジャーだと言わんばかりに打球は一直線、8号グランドスラムでホークス一気に同点に追いつきます。その後試合は投手戦、そして迎えた8回、大栄は2人目下柳が自らのワイルドピッチでワンアウト2、3塁とピンチを迎えます。しかし下柳ここは踏ん張ってボリューマを三振に仕留め、帰ってきたストッパー木村にマウンドを託します。木村は期待に応え伊藤をサードゴロに打ち取り、王者西武に勝ち越し点を許しません。その裏大栄も2人目杉山から1塁2塁として根本監督が大道を代打に送れば、森監督はすかさず新谷をマウンドへ、両監督の駆け引きはここは森監督に軍配が上がります。両チームとも一歩も譲らず延長戦へもつれ込んだ11回、
先頭の石見がセンター秋山の頭上を破るスリーベース。ノーアウト三塁としてバッターは戸間市の打球はセンターへ。秋山懸命のバックホーム、間一髪セーフ。4時間13分の熱闘は西武がもぎ取りました。